さんこんばんは、ババアチャンネル猫の目です。今日も続きやっていこうと思います。ちょっと今日はめちゃくちゃ胃が痛い、なぜか胃が痛いけどちょっと頑張ってやってみます。そう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 、また話しかけてみるか。この二人、僕もう耐えられない。いいわ、私もよ。やっぱり右の人女の子かな。この見た目初めてだね。意見があったの。ええ、それじゃあ、ええ、もうあの2人で徹夜でここで話してたってことなんですよね、これね。グーグースースー、限界までここで喋んな。よっぽど列車墓場に行きたくなかったんだろうな。車掌さん、車掌さんとか言って、車掌さん行ってきます。おはようございます。一夜明けても相変わらずですね。何がそこの2人ですか。怪我しないようお気をつけて、いってらっしゃい。この人全部分かってそうだね。全部アバランチのこと分かってて、なんか送り出してくれてそう。お、頑固親父が。おう、こいつは貸切列車じゃねえぞ。チレチレ。また危ない人たちと一緒か。私もつくづく運がないな。これここ好き、ちょっと覚えてる、この感じ。おい、ずいぶん空いてやがるな。お前のせいだ。どうなってる。君たちみたいのがいるから空いてるんじゃないか。ニュースぐらい見てるだろ。アバランチの爆弾テロ予告があったんだ。こんな日にミッドガルに出かけるのは仕事熱心な私たちサラリーマン信羅ぐらいさ。やっぱ信羅課長かなこれ。貴様信羅のもんか。言ってしまったね自ら。ほらやっぱ信羅課長だ。私は暴力には屈しないぞ。あ、幼な頑固親父、一番問題起こしてるのは頑固親父が。ちっ、あんたついてるぜ。ちゃんとお辞儀してってね、可愛いティファね。さてどうするんだ。けっ、落ち着いた野郎だぜ。こっちのペースが狂っちまう。頑固親父はちょっと落ち着いた方がいいのよ、むしろ。列車の接続が済んだみたい。あ、列車がを今接続したんね。出発するわ。かなり揺れるのね、列車の接続に。今回の作戦について聞かせてくれ。こんな、めちゃくちゃ、ちょっとさ、揺れすぎじゃないこれ。こんな揺れる列車嫌なんだけど。へ、仕事熱心だな、猫なめるさんよ。仕方ねえ、説明してやる。どうした、なんでと思ってる。ジェシーから聞いただろうが、上のプレートとの境界には検問がある。列車ごと ID スキャンするシステムだ。シンラ自慢のね。今までの偽 ID はもう使えねえ。もう使えないのね、偽 ID は。本日もご乗車ありがとうございます。4番街ステーション到着予定時刻はミッドガルジ11時45分。ID 検知エリアまであと3分ってところね。よし、あと3分経ったら列車から飛び降りる。いいな。ドカッとすごい音がしたぞ。ネコナメル、こっち路線図モニターでも見てよ。あ、これはねもうすでに見たよ、あのこと。ジェシーちゃんともう見たのよ。オレンジ来て挨拶するのはあんただけ。もうやっぱり住んでるなこの人な。感心感心。めっちゃ肝座ってんな。信羅課長、信羅課長、信羅課長に話しかけたいんです私。あら、もう何度も見たって顔してるのね。まあいいわ、もっとそばに来て。ちょっと行き過ぎると話しかけられなくなっちゃうな。おかしいわね、 ID 検知エリアはもっと先なのに。A 式、B
非常警戒態勢を発動。列車内に未確認の ID を検知。各車両緊急チェックに入ります。繰り返します。繰り返されてるよ。どういうこと？バレちゃったんかな？どうなってんだ？まずいことになっちゃったの。ジェシーがしくじったんよね、これね。説明はあと。早くこっちの車両に。しくじりやがったな。車両位置に未確認 ID 検知、ドアロック準備。行くぜ。もたもたすんな。これ話しかけた方がいいんですよ。ちょっと待って。ひ、私には構わないでくれ。ひ、早く早く、読んでる場合はな。ちょっと待って。こんな時でも挨拶か。これまた感心感心。いいものくれた。やった。もう一回。ドアロックされちゃった。ドアロック完了。行くぞ。ドアロックされるっす。なんか読んでる暇がない。とにかく走って。作戦にチェンジを。ちょっと待って。あー、ちょっと待って。落ち着けない。ちょっと、あー、やばい。あ、話しかけてる。ちょっとアイテムもらえるかもしれないんだけど、全員に話しかけたらさすがに時間がない。よし、抜けたか。まだよ、すぐ次の検知が始まるわ。バレたらアウト。でも心配しないで。前の車両に順々に移っていけばやり過ごせるわ。もうなんか バンバン殴ってる。急げ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 。はい、ニヒニヒしてんじゃねえ。グッスン、ジョニーがいる。ジョニーがいる。ブルブルしてる場合じゃない。はい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 。身ぐるみ剥ぐんですから言ってたな。もっとゆっくり話聞きたかったが、そういう わけにはいかんのな。警戒レベルマックスに行こう。この緊迫感を味わいつつ行きたいからね。よし、うまくいったな。おう、こっちだ。ちょっとあのゴリラになってるやん。行くぜ。こっからダイブだ。ヒゲ男爵みたいのいるけども、左側に。どうした？どうしたの？どうしたの？ダイブだ。私待ち、ごめんな。私待ちだったか。怖いね。怖いねとか言ってる場合じゃないんだ。今更なんだよ。大体どうしてきたんだ。そんな言い方はするな、さすがに。さすがにそんな、今そんな言い方するな。だって、お二人さん、時間がないぞ。ヒゲ男爵が手前でうろたえてるぞ。ヒゲ男爵、あ、ジェシーなのこれ。私、ジェシーよ。どう？猫なめる。わかんなかった。ごめん、それは。シーナの選手に合ってるかな。そうだな、今はそれどころじゃない。そうだなって言っとこう。もうこう、どうでもいいけどな。今は素敵だよ、男勝りで。それは褒めてるのかどうかわからん。え、嬉しいのかしら。そうよね、奥は奥、奥の君をそうなんかな。ジェシーしかいないかな。奥に話しかけられない。頑固親父。おお、時間がね。なんとかしてやれ。ちょっと奥のヒゲ男爵は、奥のヒゲ男爵は、じゃああれかな、ビックスってことかな。そんなこと言ってる場合じゃないのね。ごめんね。なんとかしてやれ。うん、決めた。よく見てて。私飛ぶから。バイバイ。バイバイとか言って。これリメイクではすごいさ、あのクラウドがかっこよかったのよ。クラウドとね、ティファのなんかいいシーンだったんだよね、ここね。確か先に行くが構わないな。リーダーは最後まで残るもんだ。いいから早く行け。おう、怪我すんなよ。作戦はこっからが本番だぞ。じゃあな、後始末は頼んだ。じゃあ、あれ、あ、この3人この3人そうだな、やっぱり仲間だな。あのヒゲ男爵ビックスだった。
よし、ここまでは予定通りだ。慌ただしかったの。しかし5番マコーロにたどり着くまでは油断は禁物だぜ。これ覚えてるよ。ここもビッグ、スレッジ、ジェシーが先行している手はずになっている。行くぞお前ら。さて5番マコーロはこのトンネルの奥だ。ここ覚えてるわ私、あのリメイクの時もね結構覚えてる。ここ かなりなんか似たようなねマップが続いてたんだよね。この光の帯はシンダの警報センサー。これ以上奥には進めない。なんだっけこれかな。嫌な音がしてますね。かあ、狭っちい穴だな。こっからプレートの下に潜れってのか。たまんねえぜ。どうするねコナミルさんよ。中をよく見てみる。降りる降りない。中を見てみよう。まずは中も見ないで降りるわけにはいかんよ。ダクトの中に足がかりになりそうなものはないわね。ああ、このダクトを降りたらここには戻ってこれないぞ。そもそもあの頑固親父入るの、入れるのそこに。幅的なもので体積大丈夫な。のんびりしてる暇はないぜ。いつ神羅のやつらに俺たちの行動がバレるとも限らない。エコナメル行くしかないぜ。降りようぜ。でもよ、ゾッとしねえな。しないならいいじゃないか。ゾッとしないならいいじゃないか。スーッと言ったぞ今。スーッと。エーテルゲッツ。なんだ？あ、私かもう。もう私が普通に。これどうやっていくの？手前側。あ、こうね。キャラクターを動かしにくいよね。昔のゲームだからちょっと奥行きとかも分かりにくい。ここそう迷うよね。ここね。これはウェッジかな。猫ナメルさんこっちっす。5番マコールはこのはしごの上っす。したらこのこっちは何なの。さしたらこっち、こっちのはしごはこれ何なんですか。ここは何だろう。ここ何。お、ジェシーごめんなさい。落ち込んでるね。列車の ID スキャンのミス、私のせいなの。猫ナメルの ID カード、私の特性にした、特別性にしたからあんなことに。ちょっとね、猫ナメルへの思いがね、あの、あだになったね。特別視する、その、猫ナメルに対する、こう、気持ちがあだとなってしまいました。だから余計凹んでるんですよね。心を込めたつもりだったんだけどね、失敗しちゃった。そこが女の子って感じがするね。首、いつまで首振ってる？いつまで、いつまで首振ってる？今度はもっとマシなものプレゼントするわ。そうね。できればもうちょっとロマンチックなもの欲しいよね。先にアジトに帰って研究開発に励んでるからね。あ、先に帰ってるのね。気をつけて帰って。で、こう、どっか、あ、なんかあるぞ。ポーション。なるほどね。ここに登ると、ジェシーとの会話が聞けるってこと。これ普通に頼んで戦ってファイヤーをさ、ファイヤーを全体にかけるにはこれどうするんだっけ。全体にかけたいんですよ。あ、全体か、持ってないから無理か。ちょっと待って、普通リミット技使え。ちょっと3倍になっちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、3倍になっちゃった。危な。あ、間違った。間違いすぎ。ちょっとね、変なところ押すと。変なところ押しちゃったね、今。左スティック押し込んでた、知らない間に。だから3倍速になってた。そういうのがね、追加されてるね。結構、あの、簡単にレベルアップするね。ちょっとここ降りてみる。最初の地点に戻るかな。
ちょっと待ってよ。これどこだ？これセーブできるとこあるね。あ、ビックス。俺たちはここで引き上げる。アジトで落ち合おうぜ。猫なめる5番目航路の爆破よろしく頼むぜ。うん、ありがとね。え、もしかして彼らとはここでお別れになっちゃう？もしかして。よし、これで心置きなく5番目航路行こう。で、そろそろ回復1回で挟んどきたいね。ちょっとさ、今さ、アイテム確認しよう。ポーションが12個、エーテルが3つしかないから、ちょっとあれだね、 MP を温存しないとまずいな。 MP 温存してこう。これどっから、あ、さあ、ああ、落ちちゃった。もう戻ってこれないね、こっから行ったらね。何もないかな。いっか、アイテムあるかもしれないですけど、アイテムにはこだわらず行こうと思います。基本的に一番マコロと同じなんだけど、形っていうかね、建物の形自体は同じなんだよね。あら、もったいない。次はリミット技から。こっち側なんだっけ、こっち側進んでいく。じゃあこの上は、前はこの上から来たよね、一番マコの時。この上なんかあんの。あの、スイッチを押してみたよ。一番マコールはここから来たから、なるほど、宝箱の。魔法で、いや、ちょっと戦うか。そろそろケアルをさ、全員に、ケアルが全体化されてないからダメか。ちょっと待って。戦ってリミット技、そろそろチワがまずい。ちょっとさ、ケアルを全体化に変えよう。やばい。あと、まずい。出ない、大丈夫、まだ大丈夫。ギリギリまで耐えろ、ティファ。あ、ミスってんじゃないよ、君は。ちょっと全体化のマテリアもうちょっと欲しいな。エーテルやった、エーテル欲しい。そしてさ、ちょっとさ、マテリアを頑固やじの、猫ナメルについてる、間違った、マテリアを、眼光やじの回復につけてと。で、ケアルを全体にかけたらどうなの。うん、これで、こんな感じでいいな、とりあえず。スケールは全体化しといて。なんかあんだけど、これ何？これ。これ何もない。これは別に何でもない。これは特に何もない。ここは何？多分下に行かなきゃ無理なんだろうね。ちょっとさ、地味に戦っていくわ。
ボス戦にちょっと温存しておきたいから、その魔法をね、魔法、そんな強くないから、ワンちゃんだから。レベルがどんどん上がってくのよ。ここ今開きそうにないね。開くのかな、これ何かしたら。いや、後から来るのかもしんない、ここに。いや、ちょ、この辺結構敵が、敵の数が多いな。雑魚敵は、雑魚敵に貴重なこう強力な魔法を使わない。なんかすごいの来たけど、大したことない。攻撃力は大したことない。私の動体視力どうなってる？衰えてきてるぞ、昔に比べて動体視力が。まだ来るの早かったっぽい。こっちだな、多分。よいしょ。よし、下行って、下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 行って。よいしょ。ここにセーブポイントがあるってことは、確かね、これあれだよ、エアバスター、エアバスターだったよね、ここの敵。あ、バックアタック来た。なんかティファばっかりや、なんかさっきから狙われてません？気のせいですかね。ミスってる場合じゃない。ドレイン来た。どうする？そろそろ魔法ケアルを全体にかけて。あーあああああとか言って。遅かったね。来ましたね。普通に戦うぞ、これは。あ、有害スモック来たね。毒になるんだったっけ。なんかさ、毒にかかってると思うんだけど、毒とかって出ないんだね。状態異常の表示？
景色だね。で、ステータス見てみよう。毒状態はあれか、戦闘が終わったら解けるのかな。来ましたね。また来たぞ。さっきと同じ、一番マコーロと同じあれ。あ、もう過去の記憶ですね。これはニブルヘイルム、あの故郷のパパセフィロスね。セフィロスがやったのね。セフィロス、ソルジャー、マコーロ、シンラ、全部大嫌い。このちっちゃいね、あの昔、ちっちゃくはないけど昔のティファのこの格好かわいいよね。ウエスタンな感じで。あそこに倒れてるのがティファのパパだったかな。ね、パパって言ってたもんね。これは後々ね、セフィロスが、セフィロスと対峙する、まあ、まださ、オリジナル版では全然セフィロスが実体化として出てきてないけど、リメイク版ではもうめちゃくちゃと バシバシ出てきてたもんね。おい、しっかりしてくれよ。大丈夫？幼な。ん？いや、気にするな。さあ、急ごう。セフィロス、あ、ちょっと待って、分かってるさ、あんたは俺の見張りだろ。そういうことだ。幼なの幼なじみ、それだけじゃ不安なんでな。よし、やらせていただきます。それでは、何、戻ればいいのかな。今回は次元爆弾はない。めんどくさいからさ。あー、そっか、サンダー使っちゃおうか。こういう時に全体化、サンダーの全体化あったらね、楽なんだけども。ね、よく聞くんですよ。ただね、やっぱ回復重視しときたいから、攻撃力は大したことないね。4とか。5番マコーロ結構、5番マコーロ結構でもあっさりしてるね。まだこっからでしょ。でもこれね、魔法だんまりみたいな、なんて言うんだろうね、これ下、これセーブしといた方がいいんか。まあいいか、ここは行っちゃって、難しくないからな。ここに落っこちたら魔法中毒になっちゃうんですよね、あの真下にね。リメイクではね、そこも綺麗に描かれてましたよね、あの下の高濃度の魔法。ちょっとこれであそこかな、さっき先走って行っちゃった場所。サンダーでさざっと行くか。有害スモック嫌だし。でも全然あれだよ、戦闘ぬるく感じるね。リメイク版では結構でも有害スモックもそこそこ、その戦闘がさ、リメイク版では戦闘がかなりいい感じだったんだよね。有害物質手に入っちゃった。
あんまりね、戦闘もそんなすごい難しくもないけど、ぬるいとも感じずにちょうどいい感じで、やっぱアクション性が増したからね、リメイク版はね。はい、下に、下の階でしょ。ちょっと待ってよ、これさっきどうすんだっけ、これなんかするんだっけ。あ、そう、ここでなんかね、しなきゃやっぱダメなんだよね。さっきは先走っちゃったのよね。3人同時に押すところだ、ここ覚えてる。3人同時にボタンを押せってジェシーが言ってたわ。あー、ちょっとごめん、あの、せーのとかない、失敗ね、もう一度、せーのはないね、せーの。はい、あー、ちょっと遅いわ、ごめん。ちょっと、もう一回、落ち着け。よし、ちょっと待って、よしとか言ってね、こんなことで。セーブポイントがしょっちゅう、あの、いろんな場所にあるのね。そう考えたら、そんなにたくさんセーブポイントなくてもいいぐらいだけど。他にはね、こういうレトロゲーム、もうこのゲームもレトロゲームのくくりに入っちゃってもいいと思うんだけどさ、これちょっとこの辺でセーブしとくか。なんかやっぱ落ち着きますよね、こうアクション性があまりないから、ゆっくりと、なんかあんまり頭の中をこう駆使しなくても気軽にプレイできるっていうかな。あ、そうそう、ここでこっちだ、神羅兵が来て、神羅兵セーブしといてよかったね。ボス戦だね。クソ、どうなってんだ、罠か。お、なんかすっごい分かりやすい足音。あ、これあれでしょ、プレジデントね。プレジデント神羅、なぜプレジデントがここにいるの？ほほう、君たちがあれかね。なんて言ったかな？アバランチだ、覚えておけ。お前はプレジデントシンラーだな。久しぶりだな、プレジデント。久しぶり？ああ、君があれかね？アバランチとやらに参加しているという元ソルジャー。確かにその目の輝きは魔光を浴びたもの。その裏切り者の名前は何と言ったかな、まあ、覚えてなくても仕方がないんですよね、これね。ネコナメルだ。こんな名前の人普通は覚えてますからね、だってね。すまないが、ソルジャーの名前なんていちいち覚えとらんのでな。せめてセフィロスぐらいにはなってもらわんと。そう、セフィロス、優秀なソルジャーであった。そう、優秀すぎるな。セフィロスだと、なことはどうでもいい。もうすぐここはドッカンだぜ。ざまあ見やがれ。そうだな、君たちウジ虫を始末するには高価すぎる花火ではあるが。ウジ虫だと、言うにこと書いてウジ虫だと。貴様ら死んだはこの星を死に追いやろうとする寄生虫じゃねえか。その親玉である貴様が何を偉そうにほざく。そろそろ君たちの相手をするのにも飽きたよ。わしは多忙な身なのでな、もう失礼させてもらおうか。今日は会食の予定があるのにてな。会食だと、ふざけやがって。前には言いたいことがまだまだあるんだ。君たちの遊び相手は別に用意させてもらった。パチン。何の音？これ左右に分かれるやつだな、確か。なんだこいつは。我が社の兵器開発部が試作した機動兵エアバスターだ。君たちとの戦闘データは今後の開発の貴重なサンプルとして利用させてもらうよ。回復しとけばよかったな。機動兵？
では失礼。待てプレジデント、確かさ2対1に分かれんのよこれ確か。おい猫なめる、とりあえずこいつをなんとかすっと、なんか悟空みたいになっちゃった。助けて猫なめる、これソルジャーなの？そんなわけないじゃん、まさかただの機械さ。なんでもいい、ぶっ壊してやるぜ。ちょっと幼なを愛してやらんとな。ケアルし、あ、そっか、分かれてるからこっちしかできない。サンダーだな。あちゅう、やばい、結構な。あ、でもまだ100程度ならなんとかなるから。猫ナメルも回復したいですね。ケアル、あ、こんなもんで。こっちね、あらら、こそっち向いたと思ったらよ。よし、イエーイ、イエーに入りました。確変ですね。なんかキョロキョロしてるぞ。どうしたどうしたどうした、暴走、暴走する。何、え、何何、え、待って待って待って、エアバスター弱すぎん、何、どういうこと。もうすぐ爆発する、行くぞ幼な。頑固親父、なんとかならないの。え、待って、なんか、え、こんな簡単なわけないでしょ。え、ボス戦だよこれ、どうしようもねえな。猫ナメル、なんとかして生きて、死んじゃダメ、話したいことがたくさんあるの。分かってる幼な。あ、待って、これボス戦だよね。おい、なんとかなりそうか、強がる、ダメかもしんない、ダメかもしんない、でも強がった方が、どうしよう、ティファの好感度上がるかもしんない、強がってみせるか。自分の心配でもしてろ、俺はいいから、幼なを。キャー、かっこいい、クラウドってなんない。そうか、いろいろ悪かったな、これで終わりみたいな言い方はやめてくれ。じゃあ後でな。え、待って、マジでこれで終わり。あ、え、全部、え、私、え、まだワンターン、ツーターンぐらいしか戦ってなくない？どういうこと？どういうこと？え、もっと苦戦したよね、絶対。大丈夫か？大丈夫じゃない？なんかバグってる、頭の中。聞こえてるか？いや、いや、え、どういうこと？え、さ、ちょっと待って。え、え、私何？これ、イージーモードなんてないよね？私、知らないうちにイージーモードとかに変えてたりしないよね？そのぐらいには、びっくりしたんだけど。だってあのリメイク版のエアバスターはそこそこ強かったよね。あの時は膝すりむいただけで済んだけど、待って、気持ち切り替えよう、ちょっと。あの時？今度はどうかな？起きられるか？あの時？今度は？気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体、動かせるか？やってみる。あ、動いた。どうだ？ゆっくりな。少しずつ、少しずつ。もしもし、わかってるさ。なあ、あんた誰だ？もしもーし。ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。めっちゃいいシーンだったのに、用事、用事ができちゃって。大丈夫？ここスラムの教会、5番街よ。ちょっとエアリスとの出会いもめっちゃ早く感じるね、そう考えたらね。5番は航路短かったな。いきなり落ちてくるんだもん、驚いちゃった。落ちてきた。屋根と花畑、クッションになったのかな。うん、いいね。花畑、あんたの花畑？お花踏まないでね。教会開いてるね、扉が。それは悪かったな。気にしないで、お花結構強いし。
ここ特別な場所だから。ミッドガルって草や花あんまり育たないでしょ。でもここだけ花咲くの。このなんかね、あの助詞をつけない喋り方、独特な喋り方いいよね。なんか好きなんだここ。なんかそのエアリスの純粋無垢な感じが出てるよね。助手がないことによって、助詞がないことによって。また会えたね、また会えたねって言ってるのは、エアリスがクラウドのことを知ってるのか、あのね、クラウドの前に落ちてきたザックスのこと言ってるのか。これね、よく考えたら、あのオリジナル版でもまた会えたねみたいなこと言ってるんだよ。あ、違うよね。一回花買ってるじゃん。覚えてたんだね、エアリスは。覚えてないの？会ったことがある。確か初対面だ。お花買いましたじゃないかい。いや、あのさ、いろんな作品のこと知ってると、こう、ね、ここ花畑に落ちてきたのは、クラウドが一番最初じゃないから、なんか、それと、そういう、なんかさ、思い出して言ってんのかなって、なんか変な、こう、なんていうの、いろんな、余計な情報がいっぱい入ってきちゃってね。花を売ってたね。スラムの酔っ払い。スラムの酔っ払いは、やめてあげて。絶対お酒飲まないから、エアリス。あ、嬉しいな。あの時はお花買ってくれてありがとう。そこ花ないよ。そこ板だよ、板。床だよ。ねえ、マテリア持ってるんだね。私も持ってるんだ。それ大事なやつだよ。私はマテリアは珍しくも、あ、今はマテリアは珍しくもなんともない。私のは特別。だって何の役にも立たないの。今はね。今はね。役に立たない？使い方を知らないだけだろ？そんなことないけど、でも役に立たなくてもいいの。本当は役に立たない方がいいんだよね。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。お母さんの形見だもんね。ね、いろいろお話ししたいんだけど、どうかな？せっかくこうしてまた会えたんだし、ね？あ、構わない。せっかくですから、仲良くなっときましょう。デートしましょうね。じゃあ、待ってて。お花の手入れすぐ終わるから。眺めてる眺めてるだけみたいな。ここだけお花が咲くのって日が当たるから咲くのか、それともここだけなんか特別な力がね働いてるのか、例えば魔法の力とかね、なんかそういうのもあるのかな。これさ、入るとさ、花踏まないでって、あ、言われないな。もう少し待ってて。あ、そういえば、まだだった。来た、名前。恒例の考えてない。お互い名前知らないね。私は、はい、ね、このチャンネルではね、もうキプレイってことで、どんどんネタバレしていくスタイルでやっていくと思うんで、エアリスは途中退場するんで、途中退場はちょっと文字数が多くて入らないから、途中退場、略して中退っていう、中退という名前にします。君は名前でネタバレしていく、そういう人間なんだ君は。私、花売りの中退、よろしくね。なんかさ、高校中退したみたいな、なんか感じ。あ、レノが来た。俺は猫ナメルだ。仕事は何でも屋だ。レノが見てますよ。はあ、何でも屋さん。何でもやるのさ。何がおかしい？どうして笑う？ごめんなさい。でもね、中退に笑われるの嫌だよね。だね。なんか名前的に。あ、私が動かさなきゃいけないパターンかな、これ。タイミング、悪いな。このままやっていきます。猫なめる、かまっちゃダメ。
そんな言われてもな、先進まんしな。ねえ猫なめる、ボディーガードも仕事のうち？なんでも屋さんでしょ？そうだけどな。ここから連れ出して、家まで連れてって。そんな可愛い女の子にそんなこと言われたら頼み聞くしかないよな。お引き受けしましょう。しかし安くはない。じゃあね、デート1回。このビッチめビッチめとかはっきり言っちゃった。もうみんなにそうやって色目使っちゃダメですよ。可愛いんだから。どこの誰だか知らないが。知らない？知ってるよ。会ったことあるもんな。だってな、あのクライシスコアでな、この前の作品のクライシスコアで会ってるもんな。そうだ、俺は知っている。その制服は。お姉ちゃん、こいつなんだか変だぞっと。笑ってる笑ってる、肩で笑ってる黙れ死んだの犬め。レノさん、やっちまいますか。考え中だぞっと。ここで戦ってほしくない。お花踏まないでほしいの。お、そっからですか。出口奥にあるから。肩で笑って、肩まだ笑ってんか。あ、踏んだね。あれは魔法の目。まあいいか、お仕事お仕事と。あ、お花踏まないでねだと。お前が踏んどるぞレノさん踏んだ。鼻ぐしゃぐしゃ、怒られるこれかわいいよね。これ下っ端なんだけど、なんかいい関係築けてるよね、レノね。こういう風になんか、こうなんていうの、ゴリゴリの体育会系じゃない感じ。これどうすんだ、どっから行けるの。そっち側に行くには、あ、ジャンプできる。こんなとこから下に行けるのね。これ下に行くとどうなの。下関係ないっぽいな。ここのはしごは無理っぽい。ちょっとセーブポイントあるとこまでとりあえずやりたいね。球体は今何持ってんだ。ところで回復ないんだわ。そういえばバレットに回復持たせてるから。やばいね。ケアルないの。これは早急にケアルをゲットしたいな。もう一個、あー、これ樽のやつね、あったね。なんかいたぞ、あそこだ。これうまく樽を落とせればねいいんだけど、難しかったんだよな確か。猫なめる、あれ分かってる。どうやら見逃すつもりはないようだな。どうしよう、捕まるわけにはいかないんだろ。それなら答えは一つさ。さあ中隊こっちだ。結構飛び越えるには距離あるもんね。大丈夫だ、俺が受け止めてやる。かっこいい。分かったわ、しっかり受け止めてね。古代種が逃げるぞ、撃て撃て。あああ、なんちゅうこと。キャー、中隊、当たったらどうしてくれるんだ。やっちまったかなと。抵抗するからだぞと。結構簡単なんだね。リメイク版ではもっと丁寧に扱ってくれてたんだけど。猫なめる助けて。タルタルタル、あれは中隊、しばらく待ってろ。戦え、逃げるんだ。え、戦え、しばらく待っていろ。で、ここだろ。タルを押しますか。はい、確かこの位置だったよね。ごめん
もう猫なめる何やってんのよ。ごめん、そっちか。エアリス当たるとこだった、危ね。何やってんだ私。もう空間の距離の把握ができん。奥だったか。ちょっとエアリスの好感度下がったぞこれ絶対。アリリ？アリリだよね本当に。これどうすんの？そしてまた降りるん？降りたい降りたい。キャー、また来たね、また来たね。次こそだよ、次こそ。次はそこ。そこだから、助けて。しばらく待ってて。今度こそやるから。今度こそ。ここだよな、ここだよな。押せ、押せ押せ。何や、ちょ、何全然ダメじゃん、かっこいいとこ見せなかったのに最悪。もうめっちゃ忘れてる、ここ順番なんて覚えちゃいね。もうエアリスに戦わせて、もうこやエアリスの好感度は諦めなきゃいかんな、これは。最悪なんだけど、2体と戦わせると大丈夫これ。もうマジで何やってんの。頼りない男ねって思われちゃったじゃないか。頑張れエアリス、頼りないボディーガードですまんな。地形をよく見てなかったね。でも初見ではそうならない。あっちゃー。だってもうこれあれだよね、間違った樽2つ落としたんだから。助けて、また来たな。もうないんだもん、そこの樽もうないんだもん。そこだから逃げるんだにしよう。わかったわ。そこ逃げて別の場所に誘導する感じかな。じゃあ音がない、戦闘の音がないけど、これはこれでいいもんなんだ。音が全くないのなんか怖いんだけど。ここまで。よし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 。来た来た来た。中隊こっちだ。ごめんな。樽で助けてやれんくて。全部結局エアリスがやってんのよ。あれこれこっちで合ってる？どこどこ？猫ナミル急ぎましょう。急ぎたいんだけどさ、どこから行くの？こっち？こっち合ってる？違う？どうやって行くの？ねえ教えて。ここ？音がないんですけど。音ないんですけど。音ないのだけなんとかして、怖いから。こんな音なかったっけ？怖いのよ、この終わった後のや、なんか音楽もないのが。あ、ポーションゲット。エアリス置いてってるし。結構ボロボロなのね。屋根修理しておかないと。あ、でも屋根を修理しちゃうと、ここから光が差し込まないから、お花が育たないのか。ふふふ。まだ探してるね。初めてじゃないな、奴らが襲ってきたのは。まあね。タークスだよ、あいつらは。ふーん。タークスは神羅の組織、ソルジャーの人材を見つけ出し、スカウトするのが役目だ。
こんなに乱暴なやり方で？まるで人さらいみたい。それに裏じゃ汚いことをやっている。スパイ、殺し屋、いろいろだ。でも悪い奴らじゃないのよ。そんな顔してるね。そんな顔してる、失礼な。でもどうしてあんたが狙われる？何か訳があるんだろう？別に。あ、私ソルジャーの素質があるのかも。そうかもな。なりたいのか？どうかな。でもあんな奴らに捕まるのは嫌。それじゃあ行くぞ。なんかこう、あれね、セリフというか会話も簡単ね。屋根ちっこ、屋根ちっこ、あのエアリス エアリス置いてってるよ。待って、ちょっと待ってってば。女の子一人置いてさっさと行くなんて、だから君はモテないのよ。はあはあ、一人で先に行っちゃうんだもん。おかしいな。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。もう意地悪。肩で笑ってる。ねえ、猫なめる、あなたもしかしてソルジャー？元ソルジャーだ。どうしてわかった？瞳がね。あなたの目、その不思議な輝き。そう、これは魔法を浴びたもの、ソルジャーの証。だがどうしてあんたがそれを？ちょっとね、恋人がね、恋人がソルジャーだったのよ。ちょっと？そ、ちょっと。さあ行きましょう、ボディーガードさん。それを思い出しちゃったのよ今。バンガサみたいな被ってない？大丈夫これ。なんか帽子がバンガサに見えちゃう。そろそろセーブポイントが欲しいよ。ふう、やっと降りられた。さてと。こっちよ、私の家は。あの人たちが来ないうちに急ぎましょう。こっちよって言われたらこっちに行きたくなるの。ああなるほど、ここに戻ってくるわけだ。入っちゃったけど。え、女の子と男の子がいるじゃん。タークスどっか行っちゃった。ひーちゃんたちね、ここのお花ね、お世話してんの。ダメ？全然構わない。もちろんいいよ。大切にな。なんか、子供たちいい子ね。私はこんなん知らんかった。うん。知りませんでしたよ、私。これ宝箱みたいのはないのね。綺麗だね。後でお水あげますからね。こんなんあるの知らんかった。戻ったことなかった。さあ、セーブポイントまで急ごう。あるじゃないか。じゃあここで一回セーブして。ちょっとさ、めんどくさいからこの最初のところにセーブしようかな。